ピプペッポー。よい子のおじさんは運転中のパピプペッポーは危険なので、たまにしかやらないように。トゥース。はい、親父です。今日の山口県地方はいい天気です。朝のうちまでね、朝のうちまで小雨がね降っていたんですけれども、今11時過ぎたところですね。すごいいい天気になりましたよ。では今日もね、早速やっていきましょう。で、今日のテーマはですね、ズバリこんな会社に入っちゃダメだということにしましょうか。まあ、こんな会社に入っちゃダメだと言ってもね、こんな会社でも入ってしまうんですよ。そんな会社でも。でもね、その人にとっては居心地がいい会社かもしれないんでね、一概には言えませんということを一言付け加えておきます。で、またね、関東圏、関西圏、九州、その辺の運送会社さんもいろいろね、違うので。なのでね、まあ参考程度に聞いていただければなと。私の動画はね、いつも参考程度でいいです。はい。ああ、そういった考えもあるんだな、そういうこともあるんだな、世の中にはと。こういった感じでね、思われてくれたらよろしいかなと思っております。では早速やっていきますね。で、そんな中でですね、私前の動画にも上げておりますけれども、まあこんな会社に入っちゃダメだと、こんな会社は敬遠した方がいいよという話を今日はしていきます。で、その中で、まあ、会社のイメージですね、第一イメージ、会社のイメージとしては、まあ面接に行くんだろうけれども、面接に行く前にですね、よくその会社のことをね、調べた方がいいです。で、会社の作り、会社のまあ社屋というかね、それがね、 いかにもね、なんか汚らしい掘っ立て小屋みたいなね、なんかこれ事務所やらガラクタ置き場やらわからないようなね、運送会社もあると思います。そういうところはね、もう大体社長からしてちゃんとしていません。もう人間ルーズです。はい、これはね、もう間違いないです。で、そういうところのトラックというのはね、 おそらく綺麗にしていませんわ。なのでね、綺麗にしていないような、ほんとね、あちこち何、まあ、例えば箱車にしましょうか。箱車にしよう、まあ棺桶にせよ、ウィングにせよね、そんな車で、ウィングの羽田とかも吸ったこともない、汚いまんまの車というのは、そういう会社というのは本当敬遠した方がいいです。なぜならば、洗車もするほど、洗車をする時間もないほど忙しいか、まあ忙しいのは結構なんですわ。忙しいのは結構なんですけれども、それゆえに過労運転なり重労働というのかな、本当洗車もする時間もないほどドライバーをこき使うというのかな、そういう感じです。なのでね、ドライバーがね、本当休む暇もない。で、車が汚いと。なのでね、そういうところはね、まあ普通の人ならね、もうすぐね、ケツ割ると思いますわ。私もね、もう見るからに、その、車がね、汚いところは敬遠しますね。行きませんね。どうせなら綺麗な車に乗りたいじゃないですか。で、もう一つね、裏があるんですよ。裏という、まあ言い方をしましたけれども、その会社が大好きで、給料も良くて、で居心地が良くて、で社長もいい人、社員もいい人、本当居心地のいいなという人はね、
長く会社にいるんですよね。業務が終わっても帰らない。会社にいて、まあ喋ったり洗車をしたりとか、今日は車が汚れたので綺麗にして帰ろうと、そういうね余裕の気持ちがね生まれるんですね。その会社の雰囲気がいいと。で逆に言えば給料は安い、本当に寝る時間もないで休みもない、いつトラックを洗うの、汚いけど気になってるんだけど、気になっているんだけど、まあ、最低限のことしかしやらんわと。あとね、あのホイールが汚かろうが、あの燃料タンクが汚れてようが、ウィングの羽がね、何あの液だりしてなんか汚い感じになっても知らんわと。そういう感じにねなるでしょ、忙しいばっかしで。私なら慣れますけどね、多分ね多くの人はねそういった感じに、ね、なるんじゃないのかと思います。で車の整備はしてくれない、タイヤのローテーション、タイヤが悪いと言っても、タイヤがちびってても、摩耗してても、これひどい時にはねワイヤーが出たり、ね、スチールが出たり、まあ、丸坊主になってもバースト寸前までやらないと、車検までやらないと、引っ張るとどうだいと。ほんとそういった会社はね結構あります。はい。でまあちょっと聞いた話ですけれどもね、車をぶつけても修理しないと、まあ少しぐらい擦ったとかね、なんかてまあね、なかなかまあしてくれないと思いますわ。走るに差し支えなければ。でもですよ、バンパーがボコボコになっている、でサイドバンパーはねもうグラングランになって落ちそうになっている、それをねなんか運転手がねワイヤーで固定しているだとか、中にはね見起きますよ。私ね紐で結んでるのをね見たことありますよ、バンパーを、サイドバンパーですけどね、なんだこれだと、なんとなんかケチな会社だなと思いましたけれどもね、そういった会社もね中にはあるんですよ。本当悪いけどそういった会社はね敬遠すべきです。本当車がね汚い会社は、と事務所が汚い会社、要するにドライバーがねもうやる気ないんじゃないかと、そういった感じですよね。そういったところはね本当、まあ今の時代はねそう430とか厳しくなりましたんでね、まあなかなかその法令を遵守しない会社はね少なくなったとは思うんですけれども、まあ未だにねまあその法令は遵守してるかもしれないけれども、まあとにかくね車が汚い、外見が汚い運送会社はね敬遠した方が無難です。はい、そういったところですね。あとどうだろう、あとはどうだろう、まあ外見というかね、外見で判断しちゃいけないんでだろうけれども、で本当ね車をね綺麗にしているところというのはね、社員がねやっぱドライバーが車をね大事にするんですよ。大事にするからね、で車をねよく洗っている人、車をね大事にする人はね傷一つないですね。ほんとねちょっとバンパーをね擦ったとか、後ろのバンパーがあるじゃないですか、リアバンパー、そんなんでもねボコボコになっている車ありますよ。でほんと車を大事にする人はね、もうサイドバンパーだろうがフロントバンパーだろうが傷一つない、本当にね綺麗に乗っている、そういう人はまあ運転もね安全運転だろうし、
で、そのね、車をきれいにしてる人はね、まあ、とにかく安全運転の人が多いですね。はい。まあ、中にはね、まあ、車きれいにしてるけれども、どうかっつうほど、まあ、ぶっ飛ばしている人もね、中にはいますけどね、中にはいますわ。中にはいるんですけれども。でもまあ、多くの会社はね、ほんと車をきれいにしているところというのはね、あの、車を大事にしている、丁寧に扱っているのでね、で、そういうところの会社というのは、もちろん、点検整備もしっかりとするんだろうし、ね、社員も大事にしているんじゃないのかなと、これはまあ、私の直感というか、私はまあ、そう思っているんですけれどもね、はい。だから社員も車を大事にすると。で、会社も社員を大事にすると。いったところじゃないでしょうかね。あ、今日は、まあ、大きく一つ二つぐらいしか言いませんでしたけれども、まあ、あなたの、初心者の人の会社選びの参考になればいいなと思っております。それでは、この動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとう。バイバイ。